はい、どうも、どうも、東京、どうも、イエーイ、ちょうどー、ありがとうございます。ということで、もうそろそろね、近づいております、虹塚フェスでございます。こちらですね、もう本当ね、皆さんにチケットを買っていただきたい、助けてくださいということで、あとね、来れないという方、もちろん、配信チケットも、売られています。アーカイブ的な感じになるんでね、そのリアルタイムで見なくても見れちゃうというね。もし行った方でも後でね、もう一回見たいなっていう方はね、見れちゃうという。2枚買わなきゃいけないけど、ね、そういう感じで、やっておりますね。公開が徐々に、迫っております。でもみんな、焦っていますね。どうしよう。ね、大丈夫なんみたいな。大丈夫です。楽しい回になりますので、公開収録を見て、でね、みんな出演者と、ね、お客さんでみんなでお話ししたいとかしながら、ね、交流を深めていただきたいということでね、よろしくお願いいたします。ということでですね、虹塚フェス宣伝も兼ねまして、ダッチさんの番組、ね、3本撮りだったかな、3週にわたって、出させていただいています。俺とココさん、そして、ダッチさんの番組だから、あとは、ミヤペニアさん、ミヤさんね、そしてトシゾウさん、ね、バフの枝のトシゾウさんということで、よろしくお願いします。そんな感じでね、楽しくやってますね。わーわーやってますね。そちらも聞いていただこうということでございます。ね、宣伝方で喋ってます。そして、それが終わった後、終わった後っていうのが、ね、収録の流れはそうなんですけど、番組的なの放送的にはですね、日にちがちょっと違うんですけれども、ですね、ミヤペニアさんですね、ミヤさんです。ミヤさんのみかんの夜間にもね、収録、1本収録するやつでね、出ますんで、よろしくお願いしますね。はい。YouTube ではですね、放送が終わって、1日2日経ってから上がるという感じになりますかね、スケジュール的に、ね。放送が皆さん夜などで、という感じになります。だから放送終了後の数日後には、ダチさんの番組、あとはミヤさんの番組ということでね、なりますんでね、よろしくお願いします。それで、ね、パフノイドとしぞうさんも来てまして、としぞうさんにね、いいもんもらっちゃった。CD もらっちゃった。ね、ありがとうございます。もう本当ありがたいですね。7曲も入ってるの、これ。すごいね。で、ほら、やっぱりこういうね、仕事柄、売るだろ、こいつって思われちゃうから、売りませんということで、もうちゃんとね、やっぱりね、逆に今 CD ってレアですから、で、せっかくなんでサインいただいて、大事に取っておこうと思ってね、思い出、プラスですから、ありがたい。ご本人に書いていただいてるんで、ね、こうやって CD 集めようかなと思って、ね、信用されないから売ると思われてるから、そんなことないですよ、ということでね、サインも書いちゃった。日付まで入っててね、嬉しいですね。はい、ということで、このね、パフノイドの CD、これ何でしょうっけ、クロッシングかな、クロッシングで合ってるかな、英語弱いんでちょっと間違ってたすみません。7曲入っております。ちょっと前に発売された CD って言ってたから、2014年なのかな、これ。CD の発売のやつが、見方がわかんないんですけど、14年の10月に発売されてるのかな。ね。まだラジオでね、かかった曲、カモンカモンはね、結構かかってるんですけど、また別でね、曲もありますので。皆さんね、聴いていただけると、このアルバムのやつ。あ、Apple Music にもなるのかな？アルバムの。なんかこのジャケット見たことある気がするから、Apple Music とかで、聴けます。確か。うん。ね。ね、知らなかったけれども、Apple Music で皆さんが聴いていただけると、サブスクですからね、いいんです。もうこれ公式のやつですから、聴いていただけると、ね、曲をの本ね、なんつうんですか、権利みたいなの持ってるよね。やっぱ、パフノイドさんにちゃんとお金が入るということで、聞くだけでね、なんかね、応援になるっていうね、いい感じですよね。だから、ファンの方はね、何回も聞いたりとかするとね、いいですよね。はい。CD を買わなくてもそうやってね、アーティストの方に、が潤っていただければね、また次の作品作りにね、いいことになりますから。やっていただきたいなということです。で、そんな
ね、歳三さん、ね、二次塚フェスで鳥務めていただきまして歌を歌っていただくということでね、でもあのバンドなのでこういう CD に入ってる曲でもまたちょっとねやっぱアコースティックバージョンギター一本で歌うみたいなね、風になるのかな。ちょっと曲何歌うかわからない、よくねこういうのってほら事前にねいろいろちゃんと念入りに打ち合わせチェックしてっていうね、感じが結構あると思います。ライブとかはね、俺はあえてあまり聞かないようにして、当日聞いてあこういう曲なんだみたいなね、いうねあまりこうなんて言うんだろう俺もなんて言うんだろう一般のお客様的な感じを残したいっていうね、当日、知るという、そういうのが嬉しいかななんてね、思っております。だから他の方もね歌歌います。ミヤペニアさんも歌いますし、リリックハメ太郎さんのね彼女に対する歌とかも、まああんまり詳しくは聞いてません、ねダッチさんのネタもそうもちろんね、見たことないんですけど事前に知っちゃうとねあこういうオチなんだってなんてバレちゃったらねじゃあねなんかね、って感じがあるじゃないですかね。そういうこと あともちろんね永井ランドさんね、忘れたわけじゃないですよ。永井ランドさんの曲も、もう初見なんで、もうね聴かせていただこうなんつって思っておりますね、という感じで大丈夫ですか合ってます、ね流れ的には、ミヤペニアさん、ダッチさん、そして、影好みさん、そして、長井ランドさん、そしてバフノイドの歳三さんが歌うという、感じでね一応流れになりますからねよろしくお願いします。今ね配信用のチケットと、ね、あの来た時のね池袋 FM ではなかった池袋のホットアイズに来ていただくチケット売られております。値段一緒でございますね、まあ近くの方は来られた方がリアルで見れるし、実際会ってお話できるし、ね、そういうのもいいのかななんて思います。皆さんこう裏も表のある方ではないのでいいと思いますね。出なかった方が裏表があるのかって言われちゃうとそうじゃないんですけどもね、まあ、出ていただける方皆さんね、素敵な方が多いので、多いというかばかりなのでね、あとは一応こういう、まあ、ラジオの番組もそうですし配信でもそうですしあんまりこうちょっとこれは一回まだ言わない方がいいかななんていうのもあったりもしますのでまた当日、あそんなこともあるのかというねあるかもしれませんので、ね、当日ちょっとお楽しみな部分も多いと思います。俺もそうなんですけどね。ちょっとまだよくわからない部分がある。で、スタッフさんが一番困るっていうね。全体が把握できないっていうね。そういうこともありますけれども。ま、あのね、みんなでね、楽しく盛り上がればと。で、1時間のその収録を終えてからね、あれはなんだあれはつってね、滑ってんじゃねえかみたいなね。っていうのもね。またお話できればね楽しいんじゃないかってまあまあ皆さんのね楽しむための前振りと思っていただければねいいんじゃないかななんて思いますね。別に黙って聞くしく、聞く必要もありませんし俺はね前説やりますからそこでも話しますけどもねわーわーなんか話しながら応援したりとか拍手したり、ね面白かったら笑ってみたりとかそういうね声とかも入っても全然 OK な感じになってますので、あと当日ねあれもあると思います。写真も撮っていいと思います。動画も撮っていいのかな？動画も撮っていいんですけど、放送前に、SNS にあんまり上げないでねっていう、ことはあると思います、ね。写真は全然大丈夫なんですけど、動画とかに関しては、その放送後になると思うんで、来年になっちゃいますよね。もし開けるとしても。多分ね出演者的にはみんな上げてもらって写真とかもね上げてもらったりした方が逆に嬉しいんじゃないかなと思うんですけど、まあその辺動画に関してはちょっと気をつけていただくとね、せっかく応援してる人が悲しむだりする場合もありますのでね、放送的にね僕らも撮ってる撮った後も一応放送が終わった後に YouTube に上げてるっていうねことをやってますので、それだけ守っていただければとってもいいんじゃないかななんて思ってますけどもね、はい、それ言えばよかったね、今まで宣伝でね、写真撮り放題っていうね、まあそんな感じで、やっておりますんでね、
もうそろそろもう期限が近いので皆さんよかったら協力していただけるとありがたいです。助けて、いただくつもりで、ね、別にこれの二次塚フェスで儲けようなんて思ってませんよ。その前にね、そもそももうやばいんですから、もう。ね、ということなんで、皆さんよろしくお願いいたします。ね、あとごめんなさい、これ何のために動画だったかというと、パフノイドさんね、CD ありがとうございました。皆さんもよかったら気になる方、ね、CD もそうですし、サブスクでも、聞いていただければななんて思っています。では、二次塚フェスでお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして、カウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。別の動画も見てね。始まった途端下ネタってどういうことよ。家族気まずいじゃないの。